ンポン。最近はスマホが発達してるから連絡手段も便利になりましたよね。まあせやな。でもそんな簡単に人とコミュニケーションが取れる時代だからこそ、手紙というアナログな手段が光るタイミングもあると思うんです。ふむ、確かに。というわけで、これからあかりちゃんへ手紙を書きつつ読みたいと思います。いや普通に言えや。え、いや書きつつ音読するなら直接で言えやろ。でもいつでも私の思いを読み返せますよ。どうでもいいけど、表情と背景のミスマッチがやべえ。では書いてきます。背景、序盤からベタな文字やめろ。てか硬いな。普通でええやん。ふむ、あかりし、ふふふ、今日もロリっぽくて可愛いですな。僕興奮しちゃいます。ストーカーかよ、やめろ。普通でいいっつってんだろ。あかりちゃんへ。はいはい。前歯に青のりついてますよ。うわあああああ、はよ言えや。知るは一時の恥、知らぬは一生の恥。それを眺めると私は楽しい。しまくぞ。あかりちゃんへ。はいはい。あかりちゃんと出会ってもう多少の時間が経ちましたね。チョリス、軽さが鼻につくな。あかりちゃんと一緒に過ごす日々は笑いあり笑いあり、時々笑い笑いしかねえな。まあいいことやけど、これからも一緒に足をすくい合い、手を取り合いや。なんで足すくうんだよ。これからも一緒に手を取り合い、よしよし頑張っていきましょう。かっこここでゆかり号泣。台無しだよ。面白かったらチャンネル登録してな。